坂田方,方面入口山税インターチェンジは山形県鶴岡市にある日本海東北自動車道のインターチェンジである。厚み温泉インターチェンジ鶴岡 JCT 間は新直轄方式での建設が決まり、当初途中にインターチェンジは設置されない予定だったが、厚み温泉インターチェンジ鶴岡 JCT 間の距離が長いため、インターチェンジとして整備することになった。 また、東 IC は三0トンネル建設用の取り付け道路を除雪車が方向転換するための道路として活用したもので、開通と同時に一般車両も日本海東北自動車道への流出入ができるようになった。なお、本来は除雪車用の施設として構想されたこともあり、鶴岡方面にのみ接続するハーフインターチェンジとなっている。鶴岡 j、G、t 方面のハーフインターチェンジで、 新直轄区間のため、料金所は設置されていない。厚み温泉インターチェンジ、伊良川インターチェンジ、間には長大トンネルである厚みトンネルがあり、危険物積載車両の通行が禁止されている。ただし、東 IC 鶴岡西インターチェンジまでは、長大トンネルはないものの、この IC から危険物積載車両の通行禁止が、規制されている。なお、東インターから国道七号線までの道は、 途中協争の区間があるで注意されたい。ありがとうございます。